センターリーダー及びチアリーダーズ早稲田大学応援部は、早稲田大学の応援部。リーダー、吹奏楽団、チアリーダーズの3パートによって構成される。体育各部を応援するほか、多くの学内以外の行事に参加、また主催している。大学当局から、校歌の指揮権を付託され、また、校期を託されており、掲揚権を付託されている。 競技スポーツセンターに所属する体育学部の一つ、東京六大学応援団連盟の加盟校。卒業生や会が入会を認めたもので構成する OB 会の名称は応援部等門会。吉岡信行現在は東京都新宿区富山市の24の1、富山キャンパス新37号館内の部室を本拠としている。 1. 1早稲田大学応援部は、早稲田大学を限りなく愛し、知性と情熱と行動力をモットーとする、早稲田大学を代表する、模範学生の集まりである。1. 早稲田大学応援部は、早稲田大学の歴史と伝統を正しく理解し、早稲田大学の充実、発展のために献身戦とする、模範学生の集まりである。1. 早稲田大学応援部は、 早稲田大学の栄光ある勝利を確信し、早稲田大学を代表する、チーム並びに選手を応援激励する、模範学生の集まりである。1、早稲田大学応援部は、個人の人格及び人間性を尊重し、心身の鍛錬並びに、音楽性の追求を通じて、広く実社会の指導者タランと研鑽を積む、模範学生の集まりである。百七十四年、 与田ベアキ監督によって作成。早稲田大学応援部の、以前に応援団が乱立しては互いに対立して、大学の秩序を乱していたという歴史に学び、模範学生たれという精神を具現化したもの。総形戦時期は、目安男子部員は、学生服、女子部員はスーツ。吹奏楽団、チアリーダーズ部員は、紅葉寺以外は、私服も着用する。 東京六大学野球リーグ戦で優勝した大学は、記念のパレードを挙行する。参列者は、紅白の蝶鎮を持って神宮から早稲田まで、行進するため、蝶鎮行列、蝶鎮パレードとも呼ばれている。神宮外園内の海が建前広場から出発し、明治通り、早稲田通りを通って、早稲田キャンパスまでを後期を先頭に行進する。野球部は、近年は、 理工学術院のある近隣の西早稲田キャンパスから合流し、徒歩で行進する。沿道では優勝を祝う大学周辺の住民、商店街の人々が、ギリ固く、かつ暖かくパレードを迎えている。パレード到着地点は、毎回少し異なるが、大熊行動前や大熊重信公銅像前、10号館が前を終点として、 そこで引き続き優勝報告会を行っている。ありがとうございます。